はい、こんにちは。黒沢楽器ドクターサウンドの伊藤と申します。今回紹介させていただく楽器ですね、こちらです。マーク・ウシェロビッチさんの、2020年の新作でございます。はい、マーク・シェロビッチさんですね、以前お会いしたことがあって、黒沢楽器のお店にも、お越しいただいたことがあるんですけれども、まあ、その時に言われたのは、昨日井上彌さんのコンサートお前も来ていたよなっていうところから話しかけていただきまして、まあ、そこから、注文する流れになった感じでございます。今回、入荷したモデルですがですね、モデル名はトラディショナルシグネチャー、まあ、シグネチャーモデルですね。井上彌さんが使っているのと、全く、同じモデルでございます。まあ、サウンドホールのこのモザイクとか、その辺も、もう全く同じ仕様で注文してさせていただきました。はい、まあ、マーク・シェロビッチさんのお店に来ていただいた時に、何をしてたかというと、もう自分のギターをもちろん持って、まあ、売り込みに来ていただいたんですけど、その時の印象残ってるのはですね、もうお店にあったアグアドとかフレッタとか、まあ、いろんな楽器をもう見せてくれと言って、ものすごく研究熱心にいろんな楽器を研究されていたのがとても印象に残っています。マーク・シェロビッチさんに注文してからもですね、時々メールをいただいていまして、まあ、まだこれができる前の段階で写真とかも送っていただいて、今こんな感じで作ってるから楽しみに待ってるよっていうふうに何度も送っていただいたのがとても印象的です。はい、マーク・シェロビッチさんという制作家はですね、1975年生まれ、まだ40代半ばですね、まだ若い制作家の方です。生まれはロシアで、その後イスラエルに移住した後、今はカナダの方で制作がされています。まあ、クラシックギターだけではなくて、弦楽器、さまざまな、研究されていたそうです。最近では、トラディショナルなタイプ以外にもダブルトップのモデルとか、まあ、結構いろんなモデルも作っているみたいです。Thank you.
マルス、スプルースで、裏がインディアンローズのですね、糸巻きが、五島の糸巻きがついてあります、この楽器の特徴はですね、やっぱりものすごくパワーがあって反応が早い、コンサートとかコンクールとか大きいホールで弾くのにとても向いていると思います。まあ、レスポンスの速さと、あと低音がもう凄まじいばかりに響き渡ります。弾いていると多分あの腹の底まで響くようになっているような鳴り響きます。この楽器の紹介にあたりまして、私も何曲か演奏させていただきましたけど、まあ、あのそれだけではなくて井上亜美さんの CD もぜひ聴いていただいて、まあ、多分そちらの方が綺麗な音で弾いていると思いますので、そちらもぜひ井上亜美さんの CD もぜひ聴いていただければと思います。はい、いかがだったでしょうか。よろしければチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。